皆さんこんにちは。今回から生声解説を始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今から本題に入りますが、2万円内でフォートナイトとマインクラフトを快適 60fps でできるパソコンを作ります。ゆっくりしていてください。ではパーツ紹介から始めます。今回の作る条件が i7 の CPU を搭載、メモリー 16GB、 GTX でゲームが快適にできるグラボをつけるのが条件となります。今回のマザーボードは CPU メモリーセットのジャンク品となります。 BIOS 起動 OK 品で ASRock Z68 Pro 3です。セットにて5480円税込みとなります。少しネタバレですが、ボタン電池が古すぎてバイオスが出ませんでした。次の品は電源です。手持ちの CX450 コーサーの電源です。こちらを使います。こちらは電源ケーブルです。ハードオフで300円にて買いました。こちらはハードオフで買いました。ケースがなんと1500円です。こちらはネットにて買いました。お値段は806円です。安く変換が買えました。こちらはメルカリにて買いました。お値段は3200円です。備品で GTX660 は買いました。それ以外にハードディスク、 SSD と手持ちのを使ったので、最後に合計したいと思います。では組み上げ前カットします。では電源を入れていきます。早送りでインストールシーンもお送りいたします。まず USB に作った Windows 10の最新版を PC に挿してインストールしていきます。今から倍速にてインストールシーンを流します。こちらを見られない方は2分48秒まで飛ばしてください。今まではゆっくりの声やっていましたが、収益のできない可能性が出てしまい、このような形でこれからやっていくことを決意しました。時々噛む時もありますが、その時は許してください。今の段階でネットワークの設定をしています。アカウントの設定と終わる前カットします。初期設定が終わったところで最後の画面です。この処理が終わると、いよいよデスクトップとご対面です。現在 GTX660 のグラフィックスドライバーを入れておるところです。入れ終わるとパソコンのセットアップは終了となります。次はいよいよパソコン性能を測っていきます。今回の検証アプリはフォートナイト、マインクラフトの2つです。バスを降りる前の段階で 60fps は出ています。次のポイントは降りてからなので見てみましょう。地面に近づいた段階で 60fps 安定して出ていますね。今から移動し様子を見てみましょう。次は戦闘シーンです。何回か倒したので FPS はどうでしょうか。では見てみましょう。全くカクつかずスムーズに動いて 60fps も安定しているようです。 GTX660 はまだ現役レベルに近いです。2回目の戦闘シーンとなります。こちらを見る限り安定していますね。動きがおかしいところはキー設定がおかしなところがあり、使い慣れてないキーボードが原因でした。残りの戦闘シーンを見てから次にマインクラフトの FPS を見ていこうと思います。ちなみに移動時の FPS は 60fps と安定して動作しています。こちらも問題ないようです。最後はリクロイして終わります。あと一人となりました。最後の一人倒します。リクロイが取れて最後はとても嬉しかったです。次のマインクラフトの FPS をチェックしていきましょう。ではマインクラフトのワールドを再生成して FPS をチェックをします。生成速度はそこそこ速いですね。
FPS が生成直後だと低いですが、安定すると 60fps 出るようになりました。ということで最後になりましたが、2万円以内でパソコンができたのか計算していきたいと思います。予算が2万円なので2000円を使わずに組むことはできました。多分業者に出すと2万5000円ぐらいはかかるんじゃないかと思います。ところで組んだパソコンはどうするかというと、マネージャーにプレゼントしたいと思います。こちらはサプライズなので、動画を見てマネージャーにコメントを入れたりしないようにだけお願いいたします。マネージャーには黙って編集するのでご協力お願いします。おそらくマネージャーは荷物が届いたタイミングに動画を撮っていると思うので、マネージャーのチャンネルで反応が楽しみです。では皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。次は多分クリスマス近くにライブ配信をするのでお楽しみに。追加でお知らせですが、正月も生配信いたします。では皆さん、バイラボー。